皆さん、こんにちは。クリスマスといえば、知らない人はいないイベントですね。言わずと知れたイエス・キリストの誕生を祝う日です。この海外から来たクリスマスの文化がどのようにまたいつ日本で始まったのかなどはあまり知られていないのではないでしょうか。そこで今回はクリスマスの日本での起源についてお話ししたいと思います。日本でクリスマスが始まったのはいつ？日本でのクリスマスの起源ですが、1552年に宣教師フランシスコ・ザビエルが信者を集めてキリスト教のミサを行ったのが最初とされています。そして明治時代になってキリシタン崩壊令によってクリスマスが解禁になりました。また明治8年には勝海舟の家族がアメリカ人家族とクリスマスを祝ったそうです。クリスマスは明治への銀座進出がきっかけ。明治時代初期にはまだまだ一般的でなかったクリスマスですが、その後1904年に変化が起こります。この年に横浜発祥の明治屋が銀座へ進出したのです。そしてその当時ではとても珍しかったクリスマスツリーが店頭に飾られたことが大きな話題となりました。そこから本来のキリスト生誕を祝うものではなく、サンタがプレゼントを運んでくる日としてのクリスマス商戦が始まり、クリスマスが一般大衆のものとなっていきました。日本のクリスマス定着は1950年頃、明治屋のクリスマスディスプレイがきっかけで、その後サンタクロースが映画に登場したり、老舗ホテルでクリスマス晩餐会が開かれたりと徐々に認知されていきますが、1922年には日本で初めて不二家がクリスマスケーキを発売しました。そして特に1950年頃からは年末のイベントとしてクリスマスが私たちの生活に入ってきました。そこからはレストランやデパートなどでのクリスマス用メニューが出てきたり、街にイルミネーションが飾られたり、クリスマスソングが生み出されたりしてきました。恋人たちのクリスマスはメディアが仕掛けた？もちろん、クリスマスを楽しみにしている子供たちはたくさんいます。それでも、日本のクリスマスを考えたら、恋人とロマンティックに過ごすものというイメージが強いかもしれません。実は1930年にはすでにこのイメージが出来上がっていたのです。そして大きいのがメディアの関わりではないでしょうか。新しいニュースを作り出すため、また高級なプレゼントを含め経済回復のために恋人たちがクリスマスにお金をかけるような素敵なプランやプレゼントを特集します。もちろん、ホテル、レストランや店舗もこれを加速させました。クリスマス商戦という言葉がありますが、これは年末商戦とも言えるでしょう。いかがだったでしょうか？ここまで日本のクリスマスの起源や歴史を見てきました。こうやって起源などを知ってみると、クリスマスディナーの時に会話もさらに弾むこと間違いなしですね。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。